いつか男に戻れんだっけ、本当の俺は。私たちさ、子供同士の方がうまくいったりしてね。妹ができたみたいで楽しいよ。それ妹じゃないか。僕はまだ立ち止まっていて、どうしようもない夜をさまよってる。どうしても消せない痛みを抱えてる。今も声を上げては、目がかかるな。その子のこの笑い声が好きだった。なのに久しぶりに聞いた気がする。うん、かわいい。男のアキラが消えてしまっても、本当に私は変わらずアキラを愛せるだろうか。